今回のパリ五輪代表選考会を兼ねた陸上、トラックフィールド種目の日本選手権初日が27日、新潟、デンカビッグスワンスタジアムで行われた。女子100メートル予選では、18歳、山形愛馬、愛は福岡第一年、がレース終盤に負傷し、12秒93、追い風1.5メートル、の組8着で予選落ち。 身長154センチの小柄ながら高速ピッチを武器とする申請がアクシデントに見舞われた。動画、まさかのアクシデント、飯塚翔太も乗車、選手を運ぶカート同士が接触した実際の映像山形はピストル音と共に勢いよく飛び出した。終盤まで戦闘争いに加わったが、終盤に急失速。再開に終わり、レース後は歩けなかった。車椅子で医務室に直行。 両手で顔を覆い、涙した。昨夏の全国高校総体で100メートル &200 メートルの2冠。今年5月の世界リレーは 4×100 メートルで日本のアンカーを務めた。今月16日までの日本学生個人選手権200メートル決勝では、23秒53、追い風1.4メートルの大会新記録で優勝。100メートル決勝でも11秒41。 1> 同1.7メートル、の U22 日本神、大会神で2冠を達成した。共に自己ベストを更新した伸び盛りの18歳。大舞台でまさかの結果となったが、夢に書く2028年ロサンゼルス五輪出場へ復帰が待たれる。